皆さん、ナマステ。ナマステ。どうも、こんにちは、フォルスです。監督です。CL インディア、ついに準々決勝やってまいりました。すいません、準決勝です。はい、はい、準決勝やってまいりました。前回、ローマに、1-0 で勝利することができ、うん、ついにベスト4の舞台にやってまいりましたよ、ということで、はい、まあ、ローマと同じイタリア勢のユベントスですね。で、隣の川が、マンユー。川？川じゃない、なんつうんだっけ。山？山か。合言葉。隣の山が、バイエル VS マンチェスターユナイテッドということで、まあ、インドが別のチームであれば本物のチャンピオンズリーグの準々決勝と、じゃあごめんなさい、準決勝と言っても過言ではないような組み合わせになっておりますが、はい、まあ、ここにいる以上、これは現実であると。いうことで。ちょっとよくわかんない。すいません。まあ、インドの国の代表の意地をかけて、このユベントスを倒していきたいなというふうに思います。はい。でね、なんかこれくらいまでいくと今得点数とかどうなってるのって思いますよね。お。はい。いない。ルーニーが1位。いないぞ。ルーニーなんでこんな決めてるの？あれ、セトリもうちょっと決め、あれ？てか、あ、出てきた。チェトリが2ゴール。前回大会、前回得点王のチェトリが。2ゴールか。2ゴールしか決めてないんだよね。だから、かなり硬い。1位は 8? 8点で、ブルーに。今からハットを2回したら、追いつくかもしれない。まあ、追いつくかもしれないね。そんな簡単にいかなさそう。アシスト、まあ、チェトリ2ゴール2アシスト。なんかまあ悪くはないけど、ちょっと上が異常すぎて、霞んでる感あります、ね、うん、まあそういうことなんで、MVP とか気にせずじゃあやっていきたいなっていう感じですけど。まあフォーメーションじゃない、選手の疲労がどんな感じかっていうのを考えると、まあ消耗してる選手も多いんで、ここは例のごとくね、ローテーションしていきたいなっていうふうに思うんですけど、ただ、能力でも、能力値とか気にしない方がいいのかな。なるべなんかスーパーサブ、いや、ジェイルにしとこうか。シンに変えて、入れな。シンは残そうか。前回もそうですね、シン残そうかみたいな。シン残しておきましょうか。まあリンドあたりは、でもなんかな、ここら辺な、大丈夫なのかな。なる、ハードに変えて。なるちょい、ちょっと発音がいい。ロボを入れ、ダルテに変えて、ビニースを入れていきましょうか。うん、まあ、能力値的にはだいぶ下がった感はありますけれども。決勝が、フルでいきたいから。そうだね。確かに、そう考えれば、決勝は強い人を残せる、あるかもしれない。ホタルをフランコに変えて入れておきましょうか。まあ、とりあえず、こんな感じで、まあ、若干、まあ、チェトリはやっぱ外せないから、うん、チェトリ、シンのこの、僕らのエース二人には頑張ってもらいたいなっていう感じですよね。はい。こっちかな。ユベントスのアウェイユニフォーム今、ピンクなんだね。まあ、ユベ結構毎回攻める色が好きや。いや、なんか別にディスってるわけじゃないんだけど、すげえ意外だったな。セミプロ、難易度セミプロ5分で雨と。雨ですよ、雨。雨か。恵みの雨になるといいんだけど。あんま神の話したらダメ。そうだね。はい、では、イベントススタジアム。イベントススタジアム。なんか作ったんだっけ、ですよイベントス。うん。確か、デベアルピじゃないやつ。うん。チーム内の雰囲気もいいです。さあ、ということで、イタリアでやってるの。そうですね。イベントスのホームですから、ね。まあ、インドに来られても困るよ。おお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 おちょっと力なく転がってったけど、うん、逆になんかそうだね、それが幸いしたよね。キーパーももっと強いシュートが来るって思ってたのかもしれないけど。さあ、いきなり3分チェドリー得点です。
チェトリハットトリックありますよ。ハット狙おう。こっからルーニーをマクロ。いやー、ちょっと、先生が早すぎたな。ちょっと油断せずにね、行きたいっす。いや、油断しそう。うわー、よし。ゴールキック。さあ、チェトリがいきなり。映像でもう一度ご覧ください。なんだ今の、なんだ今の。ボールを奪ったのはユベントス。ボールが重たいな。やば。こういうのが怖い。おーし。やっぱパスが速くなるのかな。あ、敵が上手いから。雨だとでも逆になんか遅くなる。遅くなる。まあ遅くなるか。ミッタも足してる気がする。どっちが有利なんだろうね。あんま関係ないの。おお。どう落ちをつけたらいいか分かんなくな同じことしてる。やっぱどう落ちをつけたらいいか分かんなくなる。どうする。あー、失敗した。でも、結構、戦えてるんじゃん。おかげか、試合のスピードはゆっくりめで。そうっすね。インド的にはありがたい。楽だね。なんか、ね、高速で展開されたクロスとかされたらね、かなりきついんでね。終わっちゃうね。おっと、あ、ミスパスかと思った。ああ。通った。ステファン・リヒトシュタイナー。さあ、味方も連動してる。さあ、しかし、なんか、イベントスも焦ってるのか。ゆっくりゆっくり。あ、ちょっと、いいです。上がれ上がれ。ハンドじゃない。だいぶ激しくぶつかった。あんまスタミナ使わせたくない。決勝も。まだ早い。まだ早いぞ。まあ最悪延長の可能性もあるしね。そうだね。延長したくないよね。うまくボールを奪った。うわぁ、来たね。オッケーオッケーオッケー。つないでいこう。てか、全然ゆうべ焦ってなくない？焦ってないこれ。じっくり来てんのか。おっと。焦ってないっていうかなんか、焦った結果こうなってんのか。にしてはでも、悠々とプレスもせず。確かにね。ちょっと狙い王者の狙い目狙い目。ハンドだよね。ハンドだよね。なんか今のは、えって思った。さあ、ここから組み立てていきたい。ああ、よしよしよし。攻撃を断ち切りました。そう。そのカウンターまずい。いや、でも、もう一応ゆっくりにやな。おう、それはありがたい。クロスは、入ったなんか、変なクロスだなと思ったけど。アウトに行ってあるのね。わおまあ、この辺はさすがっすね。マジキッチか。今日はユベントスの強さを見せつけることになるでしょうか。ああ、ちょ。こっから崩れずに。非常に楽しみですね。セクシーなボール回しです。なんか回されてんな、マジで。おいおいおい。ああ、ちょ。危ない。中盤でボールをカットしました。うわぁ。おさい。怖いぜ、マジで。誰もいなかった。アンドレア・バルサティ。おっと。リヒトシュタイナー。なかなか形が見えてこないな。点取る。さっき、1点目まぐれだったから。そう、それあったよ。いい形でゴール前まで持ってきました。おう。これはいいチャンス。これね。やば。ここで打つな。あぶね。うまい。
ほんまでも、早くやってもスタミナを使うだけだし。おーい！ゆっくりゆっくり。いったれ、いったれ！あー！おお、出せ出せ出せ。あー、ダメか。やばい、これはカウンターになる。このカウンター辛いな。うおー！ちょっと待って待って。何してんのこれ。わかんない。あ、やばい、おーい。うわぁ、ちょ、あれ、あれ、あれ。あ、まだ。あ、あれ、いる。おぉ。なかった。うわぁ。おーい。よしよし。はぁ。あーずね、もう前半終わりか。早い。後半開始もちょっと、ラッキーでゴール。ああ、それがいいんだけどね。このラッキーゴールっすね。なんか、キーパーもまさかソロ来るとは、みたいなところあったよね。左で打って、マジか、みたいな。ああ。ここら辺もね。さあ、バイエルが勝ってますね。ぜひ戦いたいです、まあね、バイエル。もちろん、ここはまだ選手は変えずに。残りは45分、ユベントスのキックオフで始まります。ラッキー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 、やんでる、やんでる、入るか、うわー、おー、ふう、まあ入んないかな。まあ、あれはね、まだわかりません、ね、あーっ、まあでも雨だから何が起きるかちょっとわからない、ね、ロベルト・ペレイラ、マジか、その受け渡しは上手すぎじゃないか。ここはうまく取りました。よく見えましたね。さあ、ゴール。さて、堀池さん、マンジュキッチですが、前半もご覧になっての分析をお願いします。おー、ラッキーラッキーラッキー。ゴールは大きかったですね。うわ、ちょっと、あ、来た。あー、ハンドじゃない。今、ハンドし、あー、確かにハンドっぽかった。なんかあれもちょっと滑っちゃったがありました。ビルドアップでしたが、相手に渡ってしまいました。でもキーパーがポロってする可能性があるね。お、来た、うわー、嘘だマジかすげーファインセーブ食らいましたね。これいけると思ったんだけどな。1点目みたいにコロコロコロってやんないとそれ狙えばよかったかな。キーパーを下げた。よし、バテツで合わせる、ですね。言えちゃったけど、いなかった。合わなかったな。あー、なんか、壁作られた。おぉ、出すか、そこに出すか。加速しやがる。ちょ、あぶねえあぶねえ、何今の。相手のディフェンスとしては今のシュートは出したんじゃない。ボグは入れてきた。あ、うちら、ああ、相手は出したか。ポール・ポグバ。ポグバが。おっ！止めたいな、止めたいところ。止めないと。うわぁ、怖いよぉ。ねぇ、殴りに。これは嫌ですね。これでも、どうしようもないからな。キーパーを止めるのは、コンピューターの。あ、確かにね。おぉ、フリーキックが当たる。おい、ナイスボール。あぶねえ。渡そうか。こっからね、人がいないからね。そうなんだよね。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールがよく転がってる。ああ、いや、だがそうだ。よしよしよし。ここ丁寧に行きたい。ゴロで。グランダー、ショート、ショート。あー、ちょっと負ける。これが来た。抜けなかったか。ダメか。おーい。おいおい。よくそんなスタミナがある。マジか。とっさによくそんな。相
だいぶサイドバックも押し上げてきます、ね。エキさん。あ、やった、もう危ねえ。やっぱ空中戦ダメだね。分かってはいたけど。そろそろサブ入れますか。いやー、入れたくないけどな。でももうなんか かけるし。ラルテ、頼む。チャンスは決めたかったですね。これは決めて欲しかったですね。ちょっと余裕がありすぎたかもしれませんね。うん。取れる取れる。よし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 。逆転にできるか。慣れて元気だから。元気だからいけるよ。来た来た。来た来た。誰だ？チェトリか？チェトリじゃない。キャプテンじゃない。キャプテンじゃない。誰だ？誰かしらの、インド人。うん、いやー、これは、すげえ、綺麗な、ドーンって当たりましたね。いやー。おぉ、すごい。スーパーサブ、ラルテ。チャングテ。チャングテ。チャングテ。いやー、新しい戦力が。しかも、決めてた。チャングテは今大会2ゴール目でございます。いや、これは守りたいですね。守るしか。そうだね、敵もやっぱ、ぐんぐん来るから。早い。スタミナ全部使い切ってやるんで。あー危ねえ危ねえなあー行きたいスタミナか。いやーちょっとディフェンシブの選手入れときますか。あんまそういう采配してなかった、来なかった。いや、いないんじゃない、うん、いないよ。一応、バックはいない。ハルダー、まあ、ボランチを入れて、まあ、リンドーそうか。まあ、そうか。リリースにしようかな。チャングでなんか今日輝いてるし。テリア。勝て。ああ。ロベルト・ペレイラ。早いよ。これ、重要縮むんだけど、マジか。全部1個ずつ。やーべ。だって、今もう 4-1 と、4-2 とかでもおかしくなかったから。もうとりあえず遠くに行って。うん。今頃。俺が遠くに行って。ウルトラディフェンシブ。お、よし。これはでも、いけるじゃん。ああ、外した。ああ、ここ守ろう。うわ。カウンター注意。よし。よし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 。ああ、強かった。そっちじゃなくて、ほら。オフサイドは。オフサイドいや、でも時間を稼いでね。稼げる稼げる。あと5分にまで。完全に分かる。こう、そう、サイトからちょっと突破されてるんでね。そのサイトチェンジ来る？チェンジすごいよね。チェンジ上手いね。あこれマジで延長にはしたくないからね、ここまで来る。もう変えちゃったし。うん。ディフェンダー、ディフェンシブな選手入れちゃってるから。お、俺はいけるでしょ。ここはさすがに。ああ時間使おう、時間使おう。ここは時間使っていくぜ。もう無理か。あ、やってた。まあまあまあ。クラウディオ・マルキージュ。相手ももうラストチャンスだから、じっくりくり。よし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 。いやでもこ、センターや、これセンターや、センターや。もう、後ろ下がる、後ろ下がる。おいやー、危なかったけど、なんとかなりましたね。いやー。いやいやいや、勝ったね。ラッキーが多かったね。すごいラッキーだった。やっぱ、雨のマジックですね。このなんか 1点目からしてね。この、パスは上手かったけど。パスは上手かった。なんか、おとりも作っての。そう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 。
シャートリの先制ゴール。いやー、2大会連続で決勝まで残った。決勝行きましたねー。前回の借りを。返したい。どこが出てくるのかわかんないですけど。一応ゴール全部見てみましょうか。さっきのがチェドリのゴール。で、これがマンジュケッチのゴール。これはまあ決勝も注意ですね。そうだね。でもこんなこと、もうなかなかないって。パルの手が届かない高さまで上げられちゃったからね。うわ決まりましたね。で、続いて、チャングテのゴール。チハングテ。チハングテ。これはやっぱラルテ様様でしょ。ラルテがスタミナがあったから。ラルテがそう、左サイドぶち抜いてね、決めててくれましたね。うわ。いやちょっと踏んでるよね。で、まあもう、ラストのね、この、ミスショット。これは、これも、でもこれなんだかんだ言ってパルがダイスブロックしたのか。まあね、プレスに行ったから。で、これですね。まあまあ、これは超ラッキーだったよ。完全に左から入って、右から入ってきたところに、ドフリーでヘッド。危なかった。はい、ということで、チェトリがマウザマッチ。8.3。8.3。すごいな。ワンゴール、アシストはバレイティか。してないよね。ワンゴールのみで、あのワンゴールで8.3。なんだかんだ言ってやっぱり、まあチェイスとか、ね、そういうタックルとかの、そういうところが気になって、いやでもタックル成功してねえじゃん。ドリブルで結構抜いてたから、パスもうまくいってたし。あ、確かに。ってことらしいですね。はい、ということで、いよいよ、次回、決勝戦、バイエルンが上がってきましたね。決勝にふさわしい。決勝にふさわしい好カードが、次訪れるということで、まあ、決勝戦では、最後、次回、派手に頑張っていきたいと思います。はい。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ナマステ。ナマステ。